犬飼哲夫犬飼哲夫は日本の動物学者。著書、研究論文等の名義はいずれも犬飼哲夫であるが、中学校卒業証書から学域までの公文書では犬飼哲夫と記載されている。1897年、長野県に生まれる。北海道帝国大学農学部生物、学科動物学文化に入学し、八爪ウうギぎを研究対象とした。 発生学者の八田三郎教授、北海道帝国大学農学部教授の直系の弟子として、1920年代には発生生物学者であった。1930年頃に目を痛め、これ以降は哺乳類を中心とした、脊椎動物の応用動物学的な研究を行うようになる。1929年に北大二理学部が新設され、犬会は、 農学部と理学部の教授を兼任するようになる。1945年以降は、農学部において、野祖等の有害哺乳類の応用動物学的なテーマを与え、理学部においては、純粋発生学のテーマを与えることが容易になったという。応用動物学的な方面では、鳥類、哺乳類等の報告も多いが、年代から年代において、 レブン島、リシリ島への日本イたちをっぱなしけもして、野ネズミの天敵としようとした。また、1931年と1932年には、北海道とサハリンにおける泣きウサギの分布や生態についての報告を行っている。1961年に、北海道大学を定年退職したが、1989年7月31日に91歳で、 成居するまでに、野党研究会初代会長などを務めた。また、南極地域観測隊のカラフト県飼育などでも、著名である。北海道大学農学部権理学部教授、函館水産学校校長、日本学術会議南極特別委員会委員。ありがとうございます。